こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。今日は富士フイルムファインピックス 2900Z を紹介します。1999年6月発売なので、もう21年前のコンデジです。200万画素で3倍ズームレンズを搭載しています。当時のニュースリリースによると、本格的なカメラボディスタイルと光学3倍ズーム、ハイスペックスーパーメガピクセルデジタルカメラと紹介されています。ファインピックスで2代目の3倍ズームを搭載したモデルで、半年前に発売されたファインピックス 600Z に続いて2代目のズームモデルになっています。希望小売価格は99,800円。特に面白いのが解像度 1800×1200 とコンデジなんですけど、アスペクト比が3対2になっています。4年前なんですけど、2016年2月ハードオフジャンク品324円で買ってきました。バッテリーはこの時代のファインピックス共通 NP80 なので、バッテリーを持って行って動作確認して買いました。急に電源が落ちることがあって不安定な個体なんですけど、ギリギリ使えないことないかなと思って買ってみました。外観をチェックします。このメカメカしいデザインすごく気に入っています。レンズ周りのこのパーツを取り外しできるようになっています。コンバージョンレンズアダプターを使って純正のワイコンを取り付けできる仕様になっています。ワイコンは WLFX29、 かなりレアなワイコンで、リサイクルショップでは見たこともありません。純正ワイコンが用意されているのを見ても本気度が高いカメラであることがわかります。上面を見るとホットシューを搭載していて、外部ストロボを取り付けできます。情報表示パネルがあって、このパネルがあると上級者向けカメラに見えます。マニュアル露出ができるカメラなんですが、ダイヤルはオートとマニュアルの2パターンだけです。内部ストロボを上げるとこんな感じになります。背面を見ると液晶画面は2インチで、1990年代にしてはまあまあな大きさです。光学ファインダーがあって視力調整用のレバーがあります。ファインダー使うことはまずないんですけど、小さくなりすぎず見えやすいファインダーです。記録メディアはスマートメディアです。使用表によると4メガから32メガまで使えますが、64メガのスマートメディアも使えました。書き込み中にフリーズしてしまうことがあるので、少ない容量で使うことにしています。バッテリーは NP80 です。持ちは良くないし、純正のバッテリーを手に入れることは困難なんですけど、互換バッテリーであれば今でも手に入れることができます。互換バッテリーダメ絶対なんですけど、このカメラを使いたかったら互換バッテリーを使うしかなさそうです。動作確認します。電源を入れます。スイッチオン。かなりレンズに引っかかりがありますが、電源は入ってくれました。もう一回入れてみます。スイッチオン。やっぱりレンズに引っかかりがあります。ただこれで動作は問題なかったです。後ろから見てみます。スイッチオン。ファインピックスの起動音がして、この十字キーの周りがピカピカ光ります。カメラ起動時はズームの位置がワイドとテレの中間になっているので、ワイドに戻しておきます。撮影してみます。シャッターを半押しして押します。古めかしい動作音がしますが、こんな感じで撮影することができます。保存が完了しました。せっかくホットシューがあるので、外部ストロボを装着してみます。メッツのストロボを装着すると、こんな感じになります。すごくかっこよくなりました。電源を入れて外部ストロボが光る設定にしました。光るので注意してください。シャッターを押します。はい、ちゃんと光ってくれました。もう一回連続して光るか試してみます。シャッターを押します。はい、連続してちゃんと光ってくれました。次に内部ストロボを試してみます。ポップアップしてあげて、シャッターを押します。はい、内部ストロボもちゃんと光ってくれました。すごくかっこいいです。今フラッシュ撮影していて気づいたんですが、今電源が落ちましたね。電源バッテリーが弱ってくると、電源が急に落ちる確率が高くなるようです。今 2,3 回電源を入れ直してようやく電源が入りました。撮影してみます。シャッターを押します。あ、電源落ちましたね。こんな感じで324円で買ってきたファインピックス 2900Z なんですが、
結構な頻度で電源が落ちてしまいます。バッテリーが弱ってくると結構な頻度で電源が落ちてしまいます。ただこのカメラで頑張っていろいろ撮影してきましたので、スペックを確認した後に作例を出します。ファインピックス 2900Z、 主なスペックを確認します。センサーは2分の1型、正方、原色 CCD、 画素数は総画素数で約230万画素、出力される写真の解像度は 1800×1200、 アスペクト比は3:2、撮影感度は ISO 125相当になっています。レンズはフジロン光学式3倍ズームレンズ、構成は8×8枚、焦点距離が35から105ミリ相当、明るさは F3.3から5.0 です。デジタルズームは最大 2.5倍、最短撮影距離はマクロモードで約25センチです。シャッターはメカニカルシャッター併用式、シャッタースピード3秒から2000分の1秒まで使えます。露出補正はマイナス 0.9EV からプラス 1.5EV の間で設定できます。記録メディアはスマートメディア 3.3V、 液晶モニターは2インチのカラー液晶で13万ドットです。実像式の光学ファインダーがあります。古いデジカメなのでデジタル入出力に RS232C 端子を備えています。バッテリーは NP80、 重量は本体で約 345g です。作例を出します。東急田園都市線で2016年の作例です。アスペクト比3:2で有効220万画素の写真は珍しい画素数とアスペクト比の組み合わせです。200万画素なのでそれなりに粗いんですけど、見れないことないレベルで、パソコンの26インチモニターで見てもギリギリ見ていられる写真です。電車正面が影になった作例ですが、だいぶノイズが出ています。感度は設定できなくて ISO125 になりますが、電車正面を見るとかなりノイズが出ています。真っ暗な足回り部分はノイズが出ていなくて、薄暗い部分でノイズが目立ちます。曇った日の作例です。線路を見るとピントは合っているようなので、シャッタースピードが足りずにブレています。これで絞り解放なのでシャッタースピードマックスになります。感度が上がらないので曇った日の電車撮影は厳しいです。同じ日でうまく撮影できた作例を出しておきます。シャッタースピードは撮影中に表示されないし、撮影後も情報が残らないので感覚に頼るしかないのが辛いです。テレコンをつけた作例です。富士フイルムの 1.5 倍テレコン TLFX9 をつけて 157.5mm 相当の作例です。相鉄線西谷鶴ヶ峰間で撮影しました。テレコンの影響で写真の四隅がぼやけた作例になりました。1990年代のデジカメなので厳しいことは言えないんですけど、やっぱり電車側面のノイズが気になります。ワイドタン、テレタンの比較です。ワイドタンは 35mm、 テレタンは3倍ズームで 105mm 相当になります。最短撮影距離25センチで朝顔を撮影しました。1990年代のコンデジということで、マクロはこれで目いっぱいのようです。背景のボケはノイジーですが、まずまず綺麗に見えます。ということで、1999年発売、富士フイルムファインピックス 2900Z の作例を紹介しました。これからデジカメが発展していく黎明期のカメラなので、あまり写りに関して厳しいこと言うのかわいそうなんですけど、作例を見た第一印象は ISO125 にしてはだいぶノイズが出ているなと感じました。画素数の少なさよりもノイズの多さが気になるカメラです。ただ何しろデザインがものすごくかっこいいカメラなので、使っていて楽しい気持ちにさせてくれるカメラでした。すごくいいカメラで良かったです。最後まで見てくれてありがとうございました。今後もジャンクコンデジのレビュー動画を作っていきますので、また見に来てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。